君が死ね。今回も気になるシーン見ていきたいと思います。で、前回1章前編後編終わりましたね。で、今回は2章見ていきたいんですけども、前編の方でまあカイさんとお父さん登場するんで見ていきたいと思います。ってことでいきます。懐かしいよな。あらすじは大体みんなわかってるので飛ばしますね。てんてんてん。ごめんなさい。筋肉ゴリラ、サラ姉ちゃん。これ懐かしいよね。いやでも銀もよくあの毒に耐えたよな、ほんと。お母さん。でも銀のお母さんはこっちの銀がどうなってるかってのを知らない説あるから怖いよな。はい、懐かしいよ。来るよ。青い海さんが出てくるよ。照れてる海さんが出てくるよ。失礼します。ほらー、懐かしい。お昼ご飯を、待ってね。お昼ご飯をお持ちしました。おー、ありがとう。海、ちょっといいか？はい。パパ、優しい顔してるしな。黒幕とは思えないけどな。一応サラちゃんと血のつながりはないって言ってたけども、どうなんだろうか。国城忍の子孫だったり、孫だったり、息子だったりするのかな。それともサラちゃんが国城忍の子供だったりするのかな。そこもまだ今んとこ分かってないんだけども。まあ、続き読んでいこうか。カイ、君がここへ来てから何年経った？ふむ、何年でしょう。ずっと長い間ですね。はははか、笑い方。そんな働き者の君へ、これを渡したい。これは、いいからいいから、つけてみなって。似合いますね。お、似合ってるじゃねえか。これはその、どういったことで？何って、プレゼントだよ。妻もサラも、君のおかげで安全に暮らせている。その、感謝の気持ちとおっしゃるのですか？いや、これは雇い主としての、感謝でも、感謝なんてもんじゃない。そのエプロンはな、俺のお袋が使ってたんだ。いわば、主婦開伝の証。主婦ですか？そして、地道院家の絆だ。ん？地道院ってのもかな。お父さんが地道院家の血筋で、サラちゃんとお母さんが国城家の血筋とかだったりするのかな。その場合だと、国城家の血筋で、その二人をなんつうの、デスゲーム運営のアスナロから守ってほしくて、カイさんを雇った的な。いやでもカイさんのお父さんはまた別でサラちゃんたちをゲームに巻き込もうとしてたし、わかんねえ、どうなんだろう。まあ、続き読んでいこうか。俺にとって君は家族だ。私が家族？妻もそう思ってる。贈り物にそれを提案したのも妻なんだ。そんな、私なんかのために。照れてる。うわ、どうした？どうもしませんが泣いてる。目が赤い。かかか、目が赤いぞ。まさか泣いてんのか？何をおっしゃいますやら。嬉しいね。かかか、笑い方。癖がすごい笑い方の。もしもの時は、サラを頼んだ。は？いつかあの子は、俺が本当の父親じゃないことを知る。俺一人が命を張ったくらいで、何か変えられるほど、あの子の運命は軽くない。ああ、やっぱ国城家の血筋なのかな。なんかそんな気がしてくる、これ聞いてると。でも不安はないよ。我が家には陰であの子を守ってくれるヒーローがいるからな。ヒーローはやめてください。私はただの裏切り者です。陰は陰のまま、知られることなくサラさんを守り続けるだけです。それが私の愛情です。でも、このエプロンは、かわいい。大切に使わせていただきます。大切に。愛情？出た、親バカ。超懐かしい。頼むとは言ったが娘はやらんぞ。絶対に娘は。旦那さん。娘、キャラキャラ。サラさんのことになると周りが見えなくなるのですね。愛情あるもんな、お父さんの。だからこそなんでアルジーのふりしてるのか。もうアルジーはお父さんで確定だと思う。ポーズもなんかみんな一緒だし。この方のためにも私はサラさんを見守り続けなくては。今頃、勉学に励まれている頃でしょうか。ああ、思い出が蘇ってくる。なあ、サラ。サラ。なんだ、ジョ。前を向け。授業中だぞ。
近くにすげえうまいケバブ屋ができたんだってよ。帰りおごってやるから行こうぜ。これつらいつらい、これつらいよ。サラ、行く。声がでかいぞ。今する話じゃないだろ。いやほら、その代わりにさ。わかってる。陽子も連れて行くよ。え、マジで？いや、違うっつーの。声が大きいって、何が言いたいんだ。課題のノート見せてください、サラ様。授業中だぞ。貸せるわけないだろ。一瞬だけ、映すの早いから俺。褒められた特技じゃないな、それ。悪いが無理だ。それは宿題だろ。家でやってこないのが悪いぞ。怒られてる。ぐ、正論ばっかり。家でやれって言ってもよ、仕方ねえじゃん。あった！これ、これ、最低だよ、これ。死んじまったし、俺。え？大体、お前が俺を問い詰めるから死んだんだぜ。責任感じねえのか。ジョーはそんなこと言わない。それに、長く苦しんだのもサラのせいだろ。何か言う言葉はねえのか。私は、でも最悪よ、この選択肢。ごめんって言っとく？はは。何謝ってんだよ。人殺しのサラさん。違う。私は。ほんとな。最初の頃、サラちゃんこんなに苦しんでたんだよな。私は、進むしかなかった。最大限、やり尽くしたんだ。あ、やばい。やばいよ。これ、ジョーの幻影が。その結果がこれか。みんなを守った。守ったんだ。俺は死んだよ。カイさんだって死んだ。でも、でも。もうやめてくれ、ジョー。お願い。お願いだから。目を背けたいか？いやー、もう、トラウマ。もう、ただただトラウマ。はい。ということで、今回は最初の冒頭のシーン、見てきたと思いました。ん？なんか日本語。いやー、まあ、トラウマだよね。恐ろしいです。はい。次回はまたこの先、見ていきたいと思います。それでは、シガンでした。またね。